ソフィエダが内部崩壊寸前。アルグアシル監督は今年2月に契約を更新して歴史を作りたいと発言し、クラブ側と契約延長の交渉に入ったものの、未だに合意に至っていない。指揮官の契約は2025年夏まで。ソシエダは続投を希望。クラブは監督の将来を明確にしたいと絶望しているものの、容易ではない。続投は不透明となり、スポーツプロジェクトにおいて重大な岐路に立たされている。指揮官の去就問題は戦力補強にも影響するとあってクラブ側も困惑している模様。久保自身の去就も注目されている中、監督の契約問題が大きく揺るがしているようだ。やっぱりこうなったか、安田グループのゴリ押し日本ツアーが完全に引き金だな。久保使って金儲けしか考えてない安田なんかスポンサーにすっからこうなるんだよ。久保にも影響出るでしょ。スポンサーが自国の宝に悪影響与えるなよ。今乗るの日本の印象悪くなるし、久保の出場機会減るよ。もう少し考えてくれ。辛抱強く久保選手を起用してくれていたのに久保の結果が出なくなると信者の方々からボロクソに言われてたし、スポンサーにも振り回されて気の毒です。去年もアメリカ遠征してスタートでこけたからね。今乗るもその件でかなりご立腹だったわけだが。高額のチケットで平日なのに4万人以上の観客、ソシエダ本拠地の公式戦より入っているし、よほど儲かったんだろう。これ以上は無理だなって限界の見える監督だったし良いのでは。まあ、久保にはとっととソシエダは出なさいと言いたい。結局スペインの代表クラスやそれなりの選手いるのにパッとしないからな、変化の時かもね。今夏何人か引き抜かれる分補強できないとマジきつい。